あ、もう会社辞めるんだって？あ、そうなんですよ。私会社辞めて社労士で独立しようかと思うんです。どう思います？マジか、そっか、じゃあちょっと一緒に考えてみようか。働きやすい会社から働きやすい社会へ、社労士大須智之の働く現場のお悩み相談室。イエーイ、はい、よろしくお願いします。はい、田中丸です。はい、よろしくお願いします。はい、本日のですね、企画はこちら。会社を辞めて社労士で独立したい、その時どうする？っていうタイトルになります。52としか言いようがないけどね。ちょっと、早い。ですね、このチャンネル見てる皆さんね、おそらく社労士になりたくて大月さんのことを見てくださってる方結構いらっしゃると思うんですよ。で、同じお悩み抱えてる方いるんじゃないですか、ということでね、私が大月先生に聞いちゃいます。なるほど。もう多分見てるみんなブラボーって言ってますよ。ブラボーって言ってますよ。まあまあ、まあ、いるかもって。いると思います。はい、で早速聞いていきたいと思います。はい、じゃあ会社員しながら社労士の試験勉強って合格できるの？まあ大体の人はそういう人が多いんじゃないかな。あ、結構多いんですか？うん、まあなんかね、うちに入社してくる中途の人たちも、はい、まあ、こっち来てから受かってる人ももちろん働きながらね、もいるし、あとは、まあ、まさにこのように決意をして、はい、うん、一回辞めて、はい、試験をまず先に受かってから転職活動をしたっていう人もいるし、一回辞めて、もうその社労士試験のために会社を辞めた方がいたんですね。うんうん、なるほど。まあ、どっちが受かりやすいかって言ったら、やっぱ勤めてるよりは集中した方が当然ね、取れる時間の長さが違うんで、それは受かりやすいんじゃない。これって結構その社労士試験を合格するための勉強時間って必要なんですか？まあ、もう一個の方の動画でよく、うんうん、先生が言ってるんだけど、はい、一応、まあ、都市伝説的な言い方だけど、はい、目安としては1000時間って言い方ですよ。1000時間ってことは、じゃあ会社員をやりながら1000時間を別で取る必要があるってことですね。うん、っていうふうにはよく言うけどね。よっぽどの角度、覚悟がないと無理じゃないですか。そうそうそう、まあだから受かる人は受かるんですよ。なるほど。なんとなく1000やれ受かるだろうみたいな、なんかそっちの方が大きいみたいな。でもできないことはないけど、まあ、いろんなケースがあるよっていうことなんですね。そう、勉強ってね、やっぱ持続していかなきゃいけないから、はい、まあ勤めながらだと、まあ、いろんなイベントが登場するからね、その会社会社で、まあ、反抗期とか、まあ、その時に途切れてしまってなんとなくそのいっちゃうとかっていうケースがやっぱ多いと思うんで。ちなみに大月先生 の、 事務所では、その社労士 の、 資格を持ってなくても採用するんですか？あ、でもそういう人もいますよ。今後取るんでって言って採用する方もいるんですね。まあ、新卒は、まあ、ほとんど持ってない子が応募してくるんで、もちろん受かってない人も採用するし。そういう時どういう風な面接をするんですか？僕受かりますみたいな感じで来るんですか？受かりますとは言ってくる人あんまりいないけど、なんかまあまあでもそう、近しいから受かりたいとか、受かりたいんです、受かって活躍したいみたいなのも、まあ、多分その方見たら泣いちゃいます。お疲れ様言ってるよ。いやいや、泣かねえと思うよね。で、お次ですね、会社員のメリット、デメリットというところで、急だね、これ辞めるかどうかってこと？はい、だからそもそもやっぱ会社員を辞めたいと思う人って、まあいろんな事情があると思うんですよ。普通に社労士になりたいと思って辞める方もいれば、なんか嫌だから辞めようかなみたいな方もいると思うんで、やっぱね、大月先生的に会社員ってここがいいんだよってところをね、みんなにも教えていただきたいなと。まあ多分ね、本気で社労士になりたいと思ってる人も勉強してるはずだから、はい、このメリットデメリットよく分かってると思うんだけど、はい、労働基準法が適用されるとかされないとかね、あとはその社会保険についてもそうだし、はい、まあ、労働保険もそうだし、まあ、そういうのはよく、まあ、分かっている上でだと思うので、でまあその辺で考えるっていうのは結構まだ迷ってる証拠かなと思って、なんか検討材料、その保険動向が入ってくるうちはまだそこまでなんか本気
か、うん、どちらかというとなんとなく全てが揃ったらやりたいなと思ってたんで、なんとなく会社が嫌でねみたいな感じ、うん、まあだから例えば将来を見越して長くやっていけるとか、うん、そういうあとはなんか、まあ、昔の言い方だと自分の城が持ちたいとかっていう人は多いんじゃないかな、うん、一昔前だとね、はい、例えば時間を自由に働きたいとか、うんうんうん、まあ、場所も自由にやりたいとかっていう希望で、なんか自分でやっていきたいっていう、まあ、社労士に限らずだと思うんだけど、はい、そういう人はいたと思うんだけど、だんだんね、勤めながらでも割と自由度が上がってきてるこの世の中あれ意外とやめなくてもいけるんじゃねみたいな、ある程度差は埋まってる気はするんだよね、はいはい、うん、なんか労働時間も、まあ、もちろんね在宅だとかテレワークが始まって場所をある程度選べる会社が増えたし、うん、でまあ、時間もねフレックスだなんだとかね、うん、まだテレワークだとかもある程度それも自由だよっていう会社も多くなってるんで、そういう意味では昔よりはそういう働き方の自由度っていうのは上がってるんで、そこまでは差はないのかもしれない、うん、なるほど、やる人は本当にやるし、やらん人はやらんし、うん、そうなってくるとなんかやっぱり自分でやっていく自信がある人っていうのは、まあ、その収入面がね勝ってるかもしれない、今まではどんなに頑張っても、まあ、家の給料って、うん、その評価制度の中でもらってたのが、それがまあ自分で、ね、稼ぎ始めると、まあ、自分で稼いだのが自分のものになるし、うん、だそういう自信がある場合はやっぱやったろうと思うんじゃないかな。ちなみに会社員のデメリットって何ですか？そうね、やっぱ収入だったりとか、まあ収入、まあある意味収入は安定してるっちゃ安定してるから、うん、まあ、それは中にはね、例えば営業職で、うん、そのインセンティブがでかいところとかだと、うん、全然取れないと収入上がらないんですって言うかもしれないけど、これゼロでも、うん、ゼロでも必ず最低賃金っていうのがあるから、もらえるわけ、はい、で、まあ、自分でやってると当然そんなものはないから何もやらなければもらえないし、あとは、ね、例えば病気で休みますとか怪我で休みますっていう時は、まあ、会社から出る場合もあるし、いわゆる保険金でもありますし、そういうもしもの時っていうのはやっぱり勤めてる方が有利ですね。営業なんかも、まあ、これもね割とある話なんだけど、まあ、会社にいるからこそお客さんが結構ついてたのを、割とその辺をなんとなく勘違いして飛び出してしまうと、はい、全然仕事にならないと。あーってなっちゃう、ね、うん、ちなみになんですけど、うん、社労士ってお客さんってどういう方なんですか？まあ、ほとんどの社労士は経営者じゃないかな。おお、うん、でもやっぱりこう独立して、うん、その経営者の方を探すってなると、うん、結構大変なことじゃないですか、これって。まあ経営者自体は行くとこにいるとこ行きゃいいだけだから。いるとこ行けばいい。いるとこいいだけだから、まあ別にそんなに会うのは難しくない。うんうんうん、まあいきなりなんかトヨタの社長に会おうとかそういうのは無理だ。うんうん、ただいわゆる社労士が主にお客さんとしている中小企業の経営者とかだと、まあ、今の普通にやってるビジネスの交流会やったりとか、まあ、そういう何かしらの集まりに行けばやる機会が多いです。基本で独立したよしビジネスの交流会ってなんかもうフリーハグみたいな感じでお客さん探し中みたいな。ああでもあんまりねこういう仕事でそのやり方は、うん、どうだろう、あんまプラスになるかな。あそこちょっと怪しいんじゃないかみたいな。まあ怪しいというかやっぱり何だろうな、俺独立したてですみたいな感じだと、とかなんかあんまりお客さん今いないんですっていうと、もう大丈夫かなって。確かにそうなっちゃいますね。うん、だから あんまりそういう感じの営業はプラスにならない気がするかな。多分こ
この質問をねしたい方っていうのは多分これから社労士になりたいっていう方が多いじゃないですか。だから会社員を辞めながらまず社労士試験を合格しなきゃいけない、そしてその後に合格したら今度お客さんを取らなきゃいけないっていう、こう2段階の階段がありますね。で今はさ、はい、結構あの副業を認める会社が多くなってるから、はい、昔みたいに昔はね、はい、あの辞めて独立しようっていうと2年間食べられるだけの貯金を作ってから辞めるって言われた、うん、その間にお客さん取ってけみたいな、はいはいはい、ただ今の副業が結構認められてるから割とそういう意味ではリスクを最小限に抑えながら独立をするというか開業するっていうことができるんだよ。だからやりやすいんじゃないかな、いわゆるうちなんかもそうだけど副業をするときはどちらかというとあのフリーでやってくれるんだよ。要するに勤めたらいろいろと労働基準法上面倒だから、はいはいはい、まあ、ちょっと困るぜっていうけど、はい、そういうのは関係ないフリーで働くんだったらいいよっていうのが多かったりするから、だからそういう意味では割と受け入れられやすいんじゃないかな。最後にですね、結論、大月先生はこの会社員を辞めて社労士で独立したいっていう時どう考えますか？ぶっちゃけどう考えてないけどたまになんか聞かれることあるんだよね、はい、でもある程度なんだろうな、なんか成功というかそれなりに 今のぐらいに稼げて安定できるまでに率がそんなに高いわけでもないから、まあもちろんねその人がどのぐらいのところにいるか分かんないけど、例えば人事の部長とかやってますとかっていう人の場合は割と今人事部長ってどこ行ってもすごく貴重な人材になってたり、じゃあ年収とかも多分上がってんだと思うんで、だからそう思うとなんかちょっと肌が見てもったいないなって、もったいない、うん、気はするけどお金だけ考えるとね、うん、だからお金じゃなくてなんかやっぱり自分でやりたいとか、うん、あとちゃんと仕事を選びたいとか、うん、そういうのが何よりも優先順位が高いんだったらやればいいんじゃないですかね。なるほど、うん、まあ一応自分の人生ですから、ね、やりたいことやるのが一緒かと思います。はい、ということで今回この動画を見てね、皆さん大月先生の意見を知れたかと思います。いかがだったでしょうか。はい、この動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。他にも楽しい動画ありますので見てみてください。バイバーイ。